はい、おはようございます。夢人の夢人にある夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェウェー。ママセミナです。カムイのヒロラです。よろしくお願いします。はい、おかえり。ただいま。すいませんでした、2週頑張ってくれてありがとう。いや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 、もう一番頑張ったのは胴体にムチ打って、もう松村さんがね、もう可愛く可愛らしくアシスタントやってくれはります。はい、なんや、中之島映画祭の時の、まだあるんですよ、っていう反応がちょっと意識したんかなと思っちゃって、もうええねん、その小芝居はって俺に言わせた。ちょっと可愛かった。はいはい、ありがとうございました。ということで今日は、スタジオからということになってるんですけども、はい、さあ、そんな、11月23日でございますよ、今日は。はい、そんな23日はどんな日なんでしょうか。はい、モーセミの今日は何の日。勤労感謝の日。お、普通に来たね。普通に来た、ね、あえてね、ちょっとノーマルで、まあ、なぜって、はい、ちょっと、まあ、いろいろ喋ってから言いますけど、なるほどなるほど、はい、まずね、はい、勤労感謝の日とは国民の祝日の一つです。はい、1948年昭和23年に公布施行された祝日法で制定されました。はい、勤労を尊び生産を祝い国民互いに感謝し合うことを趣旨としています。農業国家である日本は古くから神々に五穀の収穫を祝う風習がありました。この日は戦前において宮中祭祀の一つ新嘗祭の日でありました。新嘗祭とは天皇が新しく収穫された新穀新嘗祭とは天皇が新しく収穫された新穀を食べてその年の収穫を感謝する儀式である。これが第二次世界大戦後の GHQ の占領政策によって天皇行事、国事行為から切り離される形で改められたものが勤労感謝の日であるということです。そうですね、だから、まあ、まあ本当はね、要はそのなんていうの、その辺の神社とかでやってる秋のお祭りと一緒なんですよ。うんうん、で要はその今年もたくさん取れました、うん、ありがとうございますっていう感謝を示すっていうことなんですけど、うん、そういうそのなんか宗教行事っぽいものと、うん、祝日っていうのを切り離せという、うん、GHQ のねお達しがあったんで、うんうん、でしかももともとが新嘗祭という天皇行事から来てる、うん、天皇家の行事から来てるということがあったんで切り離されて、じゃあ、一生懸命こうやって働いたからこういうのができたんで、うん、働いた人に感謝しましょうという、うん、まあ、折衷案というか、まあ、うんうんうん、当たり障りない感じになるわけですね。うん、はい、で、うん、まあ、なぜこれを選んだかと言いますと、はい、皆さんのこれ終わってからでいいんで、今日は何の日って調べてもらったらね、めちゃくちゃ関連することが多くって外食の日とか、うん、小ネギ記念日とか、うん、珍味の日とか、お赤飯の日とかいろいろあるんです。全部これは勤労感謝してよく頑張ったから自分らねぎらっていこうぜで、小ネギの日とかねどないめっちゃもう語呂合わせとかダジャレ好きやなと思って。いや俺でも一番好きなのはあれ、何、サンクスライフデイ何の日ですかそれ。サンクスライフデイ、しかもね、なぜかそれは、いや要は五穀豊穣を祈ってどうのこうのということが元にあったから、うん、その、卵ね、うん、卵ね、卵生命の源である卵、うん、卵、はい、と生命を育むための牛乳を混ぜて作るプリンを感謝して食べろっていう意味です。プリン食べよいっぱい食べるもんね。今日国際プリン協会ってあんのよ。なん、いや、よう分からんけど、びっくりした。俺、そんな初めて聞いたけど、うん、俺、プリン大好きやから、うん、う食べよう、うん、この後ね。そうそう、もう食べますよ、今日、はい、今日はいくら食べても、今日はプリンでも食べよう。ちょっと変わったキャラクターみたいな日があるんで、はい、ぜひ、ね、気になった方、いっぱい調べてほしいなって思って、はい、今日はこんな日を選びました。はい、そしてもう一つ、うん、いいふみの日。郵政省が1979年、うん、昭和54年に制定しました。日付はいいふみの語呂合わせからで、はい、手紙の楽しさ、手紙を受け取る嬉しさを通じ文学文化を継承する一助となるようにとの思いが込められています、はい、で毎月23日はふみの日になってるんですけれども、うん、まあ、現在の日本郵政のホームページでは毎月23日のふみの日を確認することができて、うん、毎年手紙を楽しむふみの日にちなんで、うん、記念の郵便切手が販売されて、いつものありがとうを手紙で伝えることを提案しています。なるほど、はい、手紙って書く？
いや俺ね実はね、うん、ありがとうございますとかっていうのは、うん、メールでもやるけど、うんうん、あの筆で書く、おー、あのまああのあれ、うん、あの、うん、筆ペンで、うんうん、いやそれでもそうそうそう、やっぱなんか気持ち伝えようと思った、なんかなんか物送りの時でもなんか一言、うんうんうん、筆文字でやって書いてる、おしゃれのはしてますけどね、うんうん、私もなんか差し入れとか渡す時はちっちゃいメモに、うん、はいはいはい、まあ、簡単にね、書いなんかバレンタインとか、うん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 、バレンタインって言って書いたりとか、ね、よくなんかのこう卒業記念とか行ったりしたら、うんうん、そのお疲れ様を書いたりするんで、うん、ちっちゃいメモがいっぱいあるこの可愛いメモ、わかる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 、その関係ね、もうね、もう俺らでもあれやもん、現場とかでも、うん、あのなんか、女優さんとかが、うん、あのなんかお菓子持ってきて、うん、で監督どうもありがとうございましたって言いながらなんかこうなんかちっちゃいメモとか入っていて、うん、それをスタッフさんとか見ないかわってるみたいなのは、うん、まあ結構あるからね、まあそうよね、うん、なんかそういうので書くこと多いやろうけど、うん、なかなかお手紙ちゃんとした手紙ってね、うん、ないよ、なかなかない、でもねそんなね、うん、お手紙の日にはですね、うん、ぜひ見ていただきたい映画があるんですよ、23通のありふれたラブレーター、っていう中之島映画祭の入賞作品ですね、あれ 数週間前に聞いたぞこれ、うん、いやこれがね東京、ドキュメンタリー短編コンペティションで、12月3日にこの作品はなんと、うん、あの上映されます。ケーズシネマですね。東京のケーズシネマ、うん、新宿のケーズシネマで上映されますから、うん、今日ですね、これ見た人ぜひですね、あの東京近辺の方はですね、うん、ケーズシネマで、12月3日から始まる、東京ドキュメンタリー映画祭の短編コンペティション部門で出る23通のありふれたラブレター、うん、ぜひ見てください、はい、綺麗にしまった、ねバッチリバッチリ考えてた、ずっと任せよ、うわかっこいいはい、以上もう今日の日でしたありがとうございました、はい、ということで次のコーナー行きたいと思います、シネマどんぶり、はい、ということで今日のシネマどんぶりはですね、うん、なんと、ゲストでございます、お久しぶりですね、そうですね、うん、あのまあズームゲストなんですけどね、ズームでね参加なんですけれども、うん、東京からですね、はいはい、ご参加いただいております、はい、映画フレルの、はい、監督でいらっしゃいます高田京介監督です、よろしくお願いします、こんにちは、高田です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、そしてですね、この作品ね、どんな作品か、どんな作品かみんな気になると思います、ね、すごいんですよ、すごいんですよ、これすごいすごいんです、どうすごいんやろ、いや予告編まず見て、はい、行きまーす。せーの、シネマどんぶり。ママはいるけどいないでしょ。うん。それはみんな悲しい。ね。パパどんな顔してたその時。なんかため息。ついてた。変な行列来てね、うん、気になってついていったらお母さんがいたの、お父さん何もなんか知ってやれなかったからな、お前にも美咲にも、美和はうん、しんどくなかったか、thank you.
い、すごいがたいっぱいなんか差し込まれてた。いや、あのそのほらコメントすごかったよね、うん、ね、うん、あのね、石井さんとかね、うん、いろんな監督がなんかすごいコメントいただいてあるんですけど、うん、早く聞きましょう、いろいろ。さあ、そうそうそう俺らの喋りよりさ監督の話を聞いてるよね。はい、はい、いつもそれで怒られるんですけど、そうそうそう、はい、ということで、監督にですね、まずこの作品どういう作品か簡単に説明していただいていいですか。数年前に母を亡くした小学4年生の美咲ちゃんっていう女の子のお話なんですけども、この母親を亡くしたっていうことをきっかけにして、それまでこう美咲ちゃんと一緒にいたこう家族たちっていうのが少しずつこうずれていく、バラバラになっていくっていうことのなんか変化を描いた作品になってます。はいはいはい、家族の変化を、描いたということですよね。まあ、この作品はじゃあどういう経緯で、まあ、作られることになった感じなんですか。じゃあこれが大学の、卒業制作っていうことで最初作り始めたんですけど、これだ、まずちょっと聞いていいですか。大学どこですか。大学がちょっと卒業したんですけど、日本大学の芸術学部っていうところで、はい、映画を学ぶ学科があって、はいはい、僕がその監督とか演出を学んでいたんですけど、はいはい、これがねすごいんですよ、この大学がすごい。日本日大芸術学部の、映画学科の監督コースってことですね。まあ、ちょっと正確ではないかもしれないんですけど、はい、もうここ出身の監督ってもうすごくいるし、すんごい監督いっぱいいるんだよ。ちょっとプレッシャーになる。え、何？なんかすんごい監督いてプレッシャーなんじゃない、うん、ああ、持ち上げすぎた。今持ち上げすぎてると思う。大丈夫かな。いやいや、大丈夫です。作品素晴らしい作品なんで、うん、そう、はいはい、大丈夫。そうなんですよ。で、その、卒業制作で、うん、この作品を作られたということなんですよね。はい、そうです。でも、この作品をなぜ撮ろうと思ったんですか。僕が大学入ってで2年目ぐらいからちょうどコロナ禍が始まったっていう世代なので、思うように実習とかも、まあ、できず、こう映画を作りたいけれども、まあ、作れないみたいな、ちょうど、まあ、世代というか、この映画をその作るきっかけ、着想を得るきっかけになったのがそのコロナ禍で、それまでなんか当たり前に何も意識せずに生活できてたっていうことが、なんか自分のこう意志みたいなのを超えて突然奪われるんだ、失われるんだっていうことを、まあ、描きたくてというか、そこが起点になってこういう映画を作ろうと思いました。なるほどね。だからその喪失感っていうところを、そのまあね、そのやりたいことができない、自由が奪われちゃうみたいなところを、母親の喪失感というところを置き換えてこう描いていってるっていう感じなんですよね。そうですね。あとはまあちょっとパーソナルなんですけど、うん、僕の母親とそのコロナ禍の時に、うん、当時上京して一人暮らしだったんですけど、はい、母親が、まあ、たまにこう家に来てくれて、うん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 、その中でなんかそれまで家族として一緒にいたけど、なんかまたこう距離が置くと関係性も少し変わっていって、今までしたことなかった母親が、うん、産む前の話だったりとかも少しまあ話したりとかして、はいはい、その時にその、まあ、僕が実家その長男なんですけど、うんうん、僕が生まれる前に本当はこう生まれてくるはずだったまあ一個上の子がいて、うん、でもその人はこう結局生まれてこなかった、うん、とこのコロナ禍の状況みたいなのが重なって、そういうものを描きたいなっていうふうになっていた。なるほど。それでですね、うん、もう僕も本当に聞きたいんですけど、うん、この作品ね、一番特徴と言われてるのがセリフ指定がない、うん、と書きだけの台本で、うん、っていうことなんですけど、なんでこのテーマでこの作品のこの手法を取られたのかなってすごい気になったんですけど、うんうん、でも即興でやるっていうこと自体は初めてではないというか、これまでも結構継続して作ってきてるスタイルではあるんですけど、監督自身はもうこのスタイル結構慣れてるということですね。
ちゃんとあの長い尺 のやつで撮ったのは2本目で、うん、1つあるのと、はい、やっぱり一番大きかったのがあの、うん、主人公の美咲を演じているその鈴木優ちゃんっていう今回の主演方がいるんですけど、はい、彼女が演技経験がまあなくて、うん、今回 初主演というかっていう形だったので、うん、なんか彼女と出会った時に、うん、彼女から抱いた印象っていうのをすごく大切にしながらこの題材を描きたいなっていうところがすごくあったので、うん、なんか制約をせずに、うん、彼女がカメラの前に映ってくれればいいなっていう、いやもう彼女素晴らしいなって思ったんですけど、うん、なかなかだってねあのサイズ感で、うん、あの存在感を示しながら、うん、ずっとカメラの前にいられるって、うん、あの年齢では難しいと思うんですよね、うんうん、何よりあの割とほらあの年齢的に言うとすぐにこういろいろこう気持ちが移り変わったりとかするから、うん、あのじっとしてられへん部分もあったりとかすると思うんですけど、全然そんなことないし、うんうん、すごい自然にいらっしゃったなって思うんですけど、うん、彼女はオーディションなんですか？一応オーディションサイトみたいなところで募集をして何人か来てくれたうちの一人だったんですけど、うん、芝居みたいなものは見てなくて、本当に喫茶店でこう、まあ、一緒にお母さんと一緒にお話をして、すごく面白かったのが、僕としてはすごいそのゆうちゃんとお話をしたかったんですけど、はい、ゆうちゃんが途中からそのちょっと絵描いてもいいですかみたいな、いきなりまあ言い出して、どちらかというと僕はそのお母さんと雑談をするっていう中で、僕はあのゆうちゃんがただただこう好きな絵を描いてるみたいな時間を過ごして、それが本当になんかこっちのこうしようみたいなものを全部いい意味でぶち壊してくれる子だなっていう。ああ、なるほど。でもその彼女のその何ですか、あの絵を描くとかって言い出したりとか、そういう大人を前にしてね、なかなか自分でそういう意思発するって難しいですもんね。だからこっちがある程度変に下ったりしなくても、うん、あのゆいちゃんは本当に多分ゆいちゃんでいてくれるんだなっていうのがあった時からすごい確信があったので、なるほど、本当あんまりなんか変なことはしてないんです。でもすごい出会いですよね、これ本当に、うんうん、あのなかなかそのパターンでよしこの子使ってやろうっていう気持ちにならないかもしれないなって。普通のオーディションだったらひょっとしたらあの子とあんまり喋られへんかったら、お母さん喋りすぎやから落とそうかなって、うんうんうん、なってしまうパターンもあるとは思うんで、うんうん、それは素晴らしい出会いだったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、実際どうなんですかね、撮ってみてその狙い通りな感じになりました、うん、いい意味で狙い通りにはなってないというか、うん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 、っていうふうに思っていて、うん、だいぶ即興とはいえかなりその狙いを持ってプランを最初にこう立てて臨んではいたんですけど、かなりその現場で本当に発見することが多かったというか、予想以上にそれがなんかこう結果的にいい意味で作用したのかっていうのはこうまだ客観的には見れてはないんですけど、ただ現場ではとにかくなんかこう感動しながら撮ってたっていうところが、おお、それすごい。現場で感動しながら撮るってなかなかね、なかなか難しいというかあれですけど、いやでもあれですよね、でも結構その僕その普通にねセリフのあるやつでもその役者さんの気持ちをねこう考えて、ちょっとこうとりあえずこのシーンはこの2人の感情のぶつかり合いやから、ここまではこの2人合わさんとこうとかいろいろやったりとかする。ああ、なるほど、うん、でもしくは仲良くやってもらわなあかんからこの2人ずっと一緒にさせようとか、だからそういう気遣いをやったり、周りのスタッフもできるだけ気を使ってこう、うんうんうん、あんまり喋りかけへんとかでいろいろやったりすることがあるんですけど、うんうん、このそのね打ち合わせ、まあやってるとはいえ決まってるセリフではないのを、うん、その場で言うていくっていう流れで言うと、結構周りのその雰囲気作りとか大変だったんじゃないですか、うん、セリフ自体は指定はしてはいないんですけど、うんうんうん、ワークショップをその撮影前に、うんうん、いざしていて、結構長い期間していて、うん、どれくらいやってたんですか？ちゃんと顔合わせをしてから何回かっていうのを合わせて、その期間出たら2ヶ月ぐらい関係で気づいていて、はいはいはい、かなりそこが
手がかりになったというか、はい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 、あのロケハンって基本俳優とじゃなくてスタッフとを事前にいろいろ確認するものなんですけど、はい、今回は俳優さんと実際のロケ地に行って、はい、この家でこの場所で今どういうふうにこう生活してるのかとか、はいはいはい、どういうやり取りがあるのかっていうことをこうやらせてもらったっていうところがあって、うん、そこでできた関係性をなんかこう軸にさえすればこの状況だったらきっと彼はこう言うだろうっていうことをあの現場の中でそのだいぶ炎の俳優さんがもう見えた状態でいてくださっていたので、なるほどなるほど、うん、もう関係性が出来上がった状態で撮影に臨んだから割合、まあもちろん台本の中にも分かった上でっていうことなので、リスキーというよりは割とみんなお互いの距離感も分かった上でやってる感じなんで、案外こう変な緊張感もなかったみたいな感じですね。即興ってなっちゃうとあの演劇のワークショップとかのなんか、うんうんうん、プロとか、はいはい、こう何かやらなきゃいけないが結構先行しがちにいっちゃうことがあって、そこをどうにかしたいなっていうのがずっと課題だったので、なるほどなるほどなるほど、そこが、まあ、少しはなんかこう俳優さんたちの中で相手がいれば多分大丈夫だみたいなその感覚までいけたことはすごいなんか収穫だったなっていう思いました。はい、じゃあですね、そろそろお時間が迫ってきてますんで、うん、っていうかもう多分とっくに過ぎてるので、はい、そろそろですね、締めに入りたいと思うんですけども、一つ質問したいことがあって、どうでしょう、その監督的にはその思ってたテーマがちゃんとこの作品で描かれたっていうところはどうですか。メッセージを持ってこの映画を作ろうっていう始まり方は全くしてなかったというか、うんうんうん、むしろ何かこう問いというか自分がこれを知りたいなみたいなあのところがあって作っていく中でこう発見ができるのかっていうところがなんか一番の話題だったんですけど、それはすごくできていた気がしていて、だから明確にこうこの映画こういう映画だねっていうのをみんながこう一つの方向を指して見る映画というよりかは、シーン別シーン別になんかあの映画館に来てくれたお客さんが自分はこのシーンはすごいこの時のこういうことを思い出したみたいなことをおっしゃってくれることがすごく多かったので、うん、広がり方ができた映画になったなっていうふうに思います。もう一個だけ最後に質問します。何に触れてほしかったですか。ああ、触れられないものにどうやったら触れることができるだろうっていうなんかことをずっと考えながら撮っていた作品だったので、だからあれですよね、その触れられないものっていうのがその見てる人にとって、この作品を見てる人にとってはそれぞれ違うんですよね。そうなってるのかなと思いますね。はい、わかりました。ではですね、最後にあの監督から見てらっしゃる方に、メッセージをお願いします。映画触れるという作品を監督しました。本当にこうゼロからあの俳優たちと時間をかけて試行錯誤をしながら作った長編1本目になるので、これから大阪とか京都とか、今名古屋の方で上映はされることが決まりましたので、ぜひあのご興味がある方、お時間ある方いらっしゃいましたら、あの劇場まであのお越しいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、ということで、この映画触れるなんですけども、11月23日、土曜日から、24日日曜日まで2日間、扇町キネマにて上映ということと、12月20日金曜日よりアップリンク京都にて公開となります。まあ、あの神戸の方の上映館はねちょっとまだ未定なんですけども、まずは大阪と、京都ご覧になっていただけますので、ぜひ、たくさんの方ご覧になっていただきたいなと思います。それでは今日は、映画触れるの監督でいらっしゃいます、高田京介監督にインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、では次のコーナー行きたいと思います。中之島映画祭情報です。それではいきます。せーの、新志蔵野さん。はい、新志蔵野さんでございます。まあ、計らずも今日はね、はい、ありふれた23通のありふれたラブレターに行き着いてしまいましたけども、うん、はい、さあ、そんな中之島映画祭、はい、今日はですね、うん、あの今のところずっと、作品募集をしております。はい、まあ、その中であの、まあ、いろんな
で尺数というか変数あるじゃないですか、うん、でまあ今日はちょっとね今までで、ねうん、一番短かった作品で優勝したのは何かなとお伝えしようかなと思って第8回の時に、うん、ディナーっていう谷口慈彦監督による、うん、あのディナーっていうやつが、うん8分でした。へでさらに短いのが、うん、第11回で、うん入選しました、うん、おっさんスケボー荒井健一監督による、うん、おっさんスケボーなんですけど、うん、これが5分、うん、これが一番短い優勝作品でした。まあ最近はねやっぱりちょっとうん、長い尺的に長い作品がかなり増えてきて、はい、大体、30分から40分ぐらいのやつがやっぱり一番多いんですかね、うんうん、でもですね本当最近まあそうですね一番長いのは、うん、去年の憧れドール、はい、そうなの宮城監督の憧れドールは127分あ、はいはいはい、2時間超えっていうのが初めてだったんです。そうなんや、はい、で2時間近くはあったけどね。そうです、うん、第9回 の、うん、これグランプリ取ってるんですけど、うん、戸田明宏監督の夕暮れが119分でした、はい、おお、あと1分。そう、うん、だから結構本当最近は長い作品が増えてきて、うんね、昔はですね長い作品はグランプリ取らんぞって言われたんですけども、なるほど、最近はですね長い作品がグランプリを取ってることが多いんですよ。なるほど、まあ、ちなみに言いますとですね、はい、21回の光る皇帝、比嘉一志監督の光る皇帝が72分、うんうんうん、で20回のメモリードア、加藤義男監督のメモリードアが96分だから、ここのとこね本当長い長編作品がグランプリを取ってるっていうのがあってですね、昔言われてたグラ長編作品はグランプリは難しいぞって言われてたけども、うん、最近はグランプリが長編が取ってる、うん、これやっぱりね、うん、まあ去年で言ったらもう60分超えする作品が 25% を占めていますので、うん、応募する作品をね、うん、まあ、それも全体的にだん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 長くなってきてるぞっていうのもあるんですけども、はいはい、ただね、うん、長けりゃいいっていうもんじゃないですよね。いや違う違う違う、全然違うよ、全然違うんです、うん、本当2時間をしっかり観客を引き寄せる力量がないと、まあ、長編ってある意味つまんなくなってしまうんですよ。でもそれができてしまうとすごいやっぱ観客満足感を感じはるんですかね。だからそれで結構グランプリが今は長編が多くなってるっていうのが現実だと思います。だってあれですもんね、まあ前ね昔はその短編の方が有利みたいなって話して、なんでかっていうとその尺が短いから要はすごい熱いシーンを連続して、ね、そうですね、作れるっていうところがあって、うん、だから見てる方はおおおおおっていう感じで見て、30分やったけどなんか1時間も2時間もあったような満足感あるよねみたいな感じやったんですよ、うん、でそれが2時間に伸びると間延びしてしまって、うん、なんかいやもうこんな長いの見てられへんみたいな感じになってくるパターンがね、うん、あったりするわけです。でもそれをいかにこうそう思わせずに、うん、観客を最後まで引っ張るかっていうね。そうですね、はい、だからまあ今年もまた長編は多くなってるなとは思ってます。なるほど、作品の中でもやっぱり長編が多いなと思ってますし、うんうん、はい、まあ、今までで応募されてて一番長かったなっていうのは127。そうです、憧れドールの。それは入賞したやつじゃないの。そう、入賞した応募作はもっとあるやろ。応募作は、ね、3時間ぐらいのやつあったやん。ね、4時間なんぼいる。うわ、なっか思ってほんま俺見るの大変やったんですけど、俺絶対あれば審査員やったら4時間も送ってきた瞬間にこれパスっていや、でもね、それ結構面白かったんですよ。面白かったの。面白かったけど、うん、4時間はかなり厳しいぞと。映画祭でなんかさ、2本ぐらいで終わっちゃうもんね。そう、でもね、あったりとかして、でもね、実際問題ね、ほら、あの人、誰だっけ、ドライブ・マイ・カーの滝口監督、うん、
滝口監督が最初にロカルの映画祭やったのかどっかで、グランプリ取ったやつ、5時間やった、神戸で撮ったやつ。トイレ休憩欲しいよね。いや多分あると思う。いや昔は結構ね長い時ね休憩時間があったんですよ。本当に上映映画館で休憩時間っていうのがあって、すごい。だって最近で言うたらあれやんか、水俣曼荼羅、原和夫監督の水俣曼荼羅は、あれ何分やったっけ、6時間でしたね、確かに6時間、で、なんか確か中入りがあって、そうすっげえ、そんだけでも4時間分のこうなんていうのストーリーというか内容も考えれるのもすごい、面白かったっていうのもなかなか、短いのは5分、そう、一番短いのは5分、やっぱ5分、5分以下はおらんかった。5分以下はコマーシャルさんちゃうもんね。でも5分でその濃い2時間作品と勝負できたらすごいよね。入賞入ってるもんね。入賞はしてますから、すごいよね。選ばれるだけの中身があったってことは向こう風に、いやだから本当ね、尺数で左右されるっていうことはあんまない。やっぱりそのどんだけインパクトがあって、どんだけ観客に満足感を与えるかっていうのがやっぱ一番大きいところなんかなっていう、ね、まあそうですね。今回のでそれすごいわかるね。そうなんや。はい、そんな感じですか。面白い。はい、はい、はい、ということで中之島映画祭場でした。ありがとうございました。はい、それでは、夢人情報でございます。はい、今週はどんな感じですか。ひなさん変わらずですね、今月は、熊西純一さんにお邪魔している予定でございます。はい、今ちょっと現状まだ発表できる日程が出てないんですが、はい、どっかしらにゲストと言いながらほぼレギュラー並みに週1ぐらいで出没していこうかなと。いいじゃん。まあ、もう何回かやってきてまして、はい、すごい楽しい。なんか楽しい楽しい、うん、なんかまあ普通にライブとかやと、うん、まあその1対1でちょっと喋ってとかになることが多いけど、お客さん来てくださったその方たちとね、ちょっといろんな方と順番に喋ったりもできるし、ちょっと長い時間やからこそゆったり喋れるとかもあるし、まあ、なかなかねそういうとこで見てるひなが見ることないから、みんな新鮮やし、まあ、そこでまたひながトーク力を磨いてきてくれる。よう喋ってここでそれを発揮してくれるとね。そうやね、頑張ろうって。喋りすぎて喉乾いたなー言うて、代わりいいかなー言いながらね。その技術は上がるどん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 この技術だからね。これだけ得意になっていくかもしれない。喉乾いたなー言うて。はい、まあでも、まあね、そんな冗談も置いときつつ、はい、まあ、お邪魔してるんで、また気になった方ぜひ遊びに来てください。お願いします。引っ掛け橋からすぐですからね。もうすぐなんでね、はい、ぜひ行ってみてください。はい、はい、続きましてですね、はいはい、映画の、ね、上映情報で言いますと、前にこちらで、紹介させていただいたセッションマン、ニッキー・ホプキンス、ローリング・ストーンズに愛された男っていうね、ちょっと投げたタイトルなんですけど、でこれ音楽映画です。音楽ドキュメンタリー映画です。で、この作品がなんとですね、宝塚シネピピア、11月22日昨日から、金曜日から上映がスタートしてますんで、ぜひ宝塚近辺の方ね、行ってみてください。結構ね、音楽映画、音楽ドキュメンタリー映画今流行ってるんですよ。ね、多いね。多いですね。そう、多いんですよ。はい、先週もね、紹介したりしてますし、ぜひぜひ、これもなかなか知ってる人知らない人いると思うんですけど、あんまりローリングストーンズのこと詳しくない人だったら、この話聞いてと思うこと結構あるんで、はい、ぜひぜひ。ミック・ジャガーも出てきますから、はい、ぜひご覧になってみてください。はい、そして、私の方がですね、しつこく言いますが、今月はですね、あと、11月28日です。はい、18時15分から、また、マテリアで、ショートムービータイムでトモルがございます。はい、42分作品ですので、これ1100円のチケット代プラス、ワンドリンクという形になってますので、ぜひなんかビール片手に42分、おしっこ我慢しながら見てください。42分はいけると思う。42分、まあまあおっさんでもな、30
10分時点で行きたいと思ったらやばいかもしれないから、ね、10分待たないかもしれない。最後一番大事なのにな。そうそうそう、一番大事なところで、もううんうんってなんかもうもぞもぞしながら、ぜひ見ていただきたい。いやいや、まあ感想それしか言ってこいやん、聞いたら。はい、ということで、はい、今週の夢人情報でした、はい、ありがとうございました。はい、ということで、エンディングでございます。いやいやいや、今日もなんか濃かったね、濃かったね。いや、でも、あれですよ、映画フレーブね、うん、でもね、これフレーブっていうとね、なんかアイドルさんたちが声優やってるあの映画の、アニメ映画のフレーブもあるんですよ。ちょっとそれと違うんですよ、それと違うんです。で、そのコーナーではちゃんと紹介できてなかったんですけど、これね、ピアフィルム、フェスティバルっていう、もう本当に、老舗の映画祭がありまして、この2023年で準グランプリ取ってますから、はい、本当に、なんていうかな、このピアって、ピアだけなんですよね、いまだにその、なんていうの、エッジの効いた作品を選んでくるっていうね、その若手が、その情熱を持って作り上げた作品を認めてくれる映画祭っていう意味で言うと、うん、僕はピアだけじゃないかっていうのは、だからちょっとそのこれ跳ねすぎやろっていうようなやつはこれ難しくないって言って跳ねられちゃうのね、観客に伝われへんかもしれへんって言ったら跳ねられることが多いんですけど、ピアはちゃんと拾うんだよ、うん、だからピア撮った作品って見たらちょっと一瞬って思うような作品が結構多いんですよね。多いんですけど、そういうのもちゃんとピア拾ってるっていう伝統をちゃんとね、引き継いでやってるんで、はい、その中からすごい大御所監督もね生まれていってたりしますから、はい、そのピア撮ってますからね、高田監督はね、ぜひ、映画触れる、ご覧になっていただきたいなと思います。はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。